はい、どうも、とのまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょうというわけで、こちらコメントでコース ID の方をいただきました。新感覚のスピードランということでやってまいりましょう。一応クリア者が今のところ出てないのでね、ちょっと難しいんじゃないでしょうか。水中スピランっぽいですね。ちょっと今寝起き気味なんで若干鼻声かもわかんないですけど。あ、めっちゃ長いじゃん、このコース。160秒もあんの？なるほど、長いってことか。水中に関してはこうやって物を持ったらスピードが速くなるから、できるだけ物持っていきたいよね。あ、だからこことかもほら、一発さっきのやつ撃っただけでこうやっていけるから、こうやって物を持って泳ぐ時間を増やしていけば、割と短縮できんじゃないかなっていう気は。ほら、結構パウの数に余裕あるから、いっぱい持っていこうや、じゃあ。持っていくことによってこうやってほら、普通に泳ぐよりも速く泳げるので、これはだいぶいい情報なんじゃないでしょうか。赤コインちゃんと取って、ちゃんと取って。でもなんかさ、最初のとこに赤コイン、赤の鍵とかあったってことは、最終スタート地点に戻るんじゃないかなと思いますけれどもね。ちょっと待ってよ。これでも、これ戻らされるの結構きついな。いけるか？一回ここで止まろう。で、はい、ここで行きましょう。はい、オッケー、いやいやいや、土管経由すんのか。さあ、あれ？これで戻ったらゴールなんじゃないの？ワンちゃん。ねえ。一回ファイアをやり過ごして、ちょっと早送りしましょうか。あー、ここ降りていくんが確かにちょっと、怖いね。鍵ドアの先にどのぐらい続きがあるのかによって難易度が決まって、ここ怖い。あ、ちょっとバネ当たるの怖いな。バネ当たる、多分時間そんなきつくないんじゃない？右にゴールがある。あ、ほら、鍵ドアから直通だもん。もうゴールなんじゃない？これ下手すると。どうなってる？復活してるか。オッケー。まあいいや。そっか、パウ持ってた方がいいんだ、じゃあここも。だからちゃんとで物を持っておけば、そのビート板代わりになって、その浮力、浮く力が働くので、こうやって、一マスしか隙間がなくても通れるというお話でございますね。なので、物持ってないとバタバタしちゃうから、ちょっと待ってよ。先が、ほら、詰まってるってことは、一つ開けといてからビート板代わりのパウを一個持っていく。これで多分進めるというお話でございますね。さあ、というわけで、ちゃんと物を持ってさえいれば、割とスムーズに進める。あ、でも結構時間ねえな、こう見ると。これ、あ、ちょっと待って。これでゴールじゃないんかな？ちょっと待って。ちょっと待って。ちょ、マジで、ここまで来て時間アウトは勘弁。ちょっと待って。な、どうした？ちょっと待って、ちょっと待って。一マスに入んのか？ちょっと待ってくれよ。さあ、戻ってまいった。今回はまあ時間も40秒ぐらいあるので、この一マスで左右にバネあるとこで降りるのが何気にやらしいけど、まあさすがにいける。さあ、これで鍵ドアに入ってゴールなんかな。ああ、ゴールだ、よかった。ああ、なるほどね。まあ確かに新感覚ですね。水の中を進んでいくっていうのはね。というわけで、コース ID ありがとうございました。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。実況者さんにぜひやってほしい110秒スピードラン200分の0クリア者が出ておりません。やってまいりましょう。さあ、まあ実況者の端くれとしてやってまいりましょうか。実況者さんにやってほしい110秒スピードラン、結構長いですね。スピランで110秒は結構長いけど、さあ、赤コインが5枚あるっぽいですね。これ一マス難しいんだって。三段ジャンプっぽい。まあちょっと待った。はい、あー、ここ一段下がるんがやらしいよな。はーい、これで、こっから100秒か。はい、ちょっと待って。怖いな、結構怖い。ぐだりんちょ。ぐだりぐだりがすごいね。はい、時間はどうなんでしょうねというところなんですけども、とりあえず先を見ていきましょう。コースをちょっとまず見ていきたい。どんな感じのコースなのか。これで表目に帰って行ける。さあ、はい。何この音符、どっち下、何これ、下、これ何、なんか、うわー、赤コインか。ここ、はい、はい、オッケー。これしっかり集めていくのが絶対必要なんだろうねって思うけども。さあ、で、なんかこの左のパックンたちが鍵を持っていた。これで鍵が揃う。だからまあ鍵はこの段階で手に入るわけだから、多分ズルの隠しボックスがあるとかそういうのはないんだろうねって。はい、はい。ちょっと待った、
もう怖いな、もう怖いな怖いな。おーっと、ちょっと待ってくれ。助走をつけてピョーンと行って、何ですか何ですか。ちょっと待って。はい、でスピードアに入る。なんか独特な作りだねこの辺。どっちだ、右か右でいいのか。おっと、キノコをもらえて、食らって、二択ってなんだよ手前。あっとんか、あっとんか、こっちゴール、ゴールはあるけどゴールにたどり着けないんだけど、どういうこと。でも今の無理だったよね、どうやっても。あ、でも左側のドアがもう一個あるから、そこにたどり着いてたんじゃない、間違ってたら。じゃあこれで土管から戻ってくりゃいいってことかな。あ、ワンチャンこれゴールなんじゃない。あー、やった、ゴールだ、やった、いけた。うわー、やったー。うわー、なんかやっぱパックにスピンで入るのが難しいですね。時間が足りないズルズルスピードランがクリア率がえぐいな。 0.07% か。ちょっとやってまいりましょう。さあ、ズルズルスピードランやってまいりましょう。ズルを見つけていきたいところ。さあ、でも多分クリア率的に普通に相当むずいんだと思うよ。ワンツー三段ジャンプでこう切り替え、これオンオフで下右下行くんじゃない正解はって思うけどね。一旦こっち行ってみましょう。あ、ほらほら戻るでよかった、こっちに。ここも P 押さずにワンチャンいけるか。でも最終 P ドアに入るっていうことを考えたら、これちょっとさ、これさ、こっちじゃないのこれ。違う、さすがにそれは違うのか。あ、ここに繋がってるっぽいな、さっきの左上のところが。でもピンポンって言ったから多分別にこっち来ちゃいけないルートじゃないと思うんだよな。時間こんなにないんだ、えげつないぐらい時間ないな。しかもこっちなんだ、これ関係ねえな、こっち。まず正規ルート的なことをさせていただくと、こここう行って、でも切り替えてその P ドアに入る。そしたらさっきの右のとこに来るんじゃないかなと予想。ほら、ってことはこれはこう来る方が早いか、どっちだろう、微妙なところだね。で多分そのドッスンの右上に T、 ちょっとずつ頭の中でこうなんかなっていう正解が形になりつつあって、ここ P 叩かずにこっちに行くわけですよ。でここにこう進んでいくんじゃないって思うけどね。が多分早いっしょ。で多分あの左上は関係ないからこれ行っちゃっていいね。あー、一緒、オッケー。初めてここ来たけど、はい。あーあー、なるほど、そこも左抜けれるね。これね、多分この辺で抜けていいんじゃない。あー、オッケーオッケー。これでドアに入って何ですか。あー、一緒、これ多分半自動的に行けるようになっとんちゃうかな。あ、多分これ完全な半自動だったんじゃないか。右押しっぱで行けたんじゃない。あー、一緒、こういうことですか。なんすか、スターラン。これで表面帰ってゆっ、ここずる、ずる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 、絶対これは行くべき。てか多分これある程度ずるしないとクリアできないんだと思うんだよな。これもどれか入れる気すんな。ちょっと待って、これ全く間に合わんぞこれ。ここは絶対にこの上に行かなきゃダメで、スターはすぐ補充できる。でその土管が怪しい、どっか入れ、入れんのか、入れんのか。ああ、これもあれだな。上行っちゃってよかったな、スターのまま。これ、ほんと時間ねえな、これ。ここはしっかりと右と R 押しといたらいけて、ワンワン踏んで、あい、上行って。で、これで土管から戻ってきたらいいと思うんだけど、時間がマジでないんよな。ここはしっかりとこっちにズルさせていただいて。で、この土管にも入れんかったからな。なんかどっか行けそうな気するんだけどな。で、これは上行っちゃってよくて、P 踏んで。これで表目に帰って。あー、そういうことか！なるほどね。だからこれ土管の手前のこのスターだけ取って、土管にも入らずにここにこうつながっとりましたよというお話ですね。で何ですか。あ、パウ投げて、はい、でもう一パウナーゴールだ。いや、そりゃ土管入っちゃうだろ。